安倍政権が不法滞在者の強制送還を厳格化しており在留特別許可の件数が約6分の1に激減していることが明らかになりました民主党政権下では2011年と2012年にそれぞれ7000人と5000人に対して在留特別許可が出されておりましたが 2018年、2017年は約1000人に対して在留特別許可が出されており、6分の1に減少しております。この不法滞在なんですが、日本にいるだけで違法であり、存在しないはずの人間が日本にいることによって、殺人や強盗などのさまざまな脅悪犯罪の原因となったり、そのほかにも違法就労や脱税など、多くの 犯罪の原因となってしまっております。帰国したら迫害を受けるなど難民的な理由がなければ在留特別許可を出す必要はないと思うんですが、民主党政権下ではこの在留特別許可がかなりですね、緩く運営されてしまっていたと思われます。今後、出入国管理庁ができることによってさらに外国人に対する 管理が強化されるものと思われますので、日本政府には国内の治安を維持するために、違法に日本にとどまる外国人を、犯罪者をしっかりと取り締まっていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました